はい、今エコーがかかったよね。 ちょっとフライング。ちょっとフライングです。6月9日第6回目の、放送、斉藤渡の第6回目の放送が始まりました。皆さんはじめまして。バイオリニスト、フリーバイオリニストですね、フリーバイオリニストの斉藤渡のラジオが開始いたしました。本日はまずメッセージから読もうと思います。ラジオネーム、マサの妻さん。マサの妻さんっていうのは先週のあのマサさんのワイフですね。大阪府からいただきました。メッセージ。斉藤さんこんばんは。こんばんは。何日か遅れて主人と一緒に YouTube で聞いています。本日はうちの主人がお世話になりました。斉藤さんとお電話をお話しするのは初めてなのに、いきなり生放送でどうしようかなとかなりビビってました。汗。私も隣で聞いてて、娘1歳が泣き出したらどうしようかとハラハラしていましたが、無事終了できてよかったです。今後も放送楽しみにしています。それではまた。ありがとうございます。先週なんですけれども、7時20分過ぎからこう電話のゲストとして、こう昔、僕が高校生大学生ぐらいの時に文通していましたこう男友達と初めてこうコンタクトを取るというか、メールとかは簡単にやってたんですけど、生の声は初めてで、それをラジオでね話しちゃうというちょっと無茶ぶりだったんですけれども、無事こう10分少々のねコミュニケーションが取れました。それの、妻様から、メッセージをいただきました。で、娘様もね電話に時々声が入りまして、ダーとかデーとか一切の、泣き声というか叫びが聞こえましたが、いい放送ができたんじゃないかなと思っております。今後も、電話でのコミュニケーションとか、こう可能でしたらここの放送に来ていただいて、誰かとお話とか、コラボレーションができたらなと思っております。もう一つメッセージが来ました。東京都の月子さん、いつもありがとうございます。メッセージ。渡さんこんばんは。こんばんは。放送開始から1ヶ月経過おめでとうございます。ありがとうございます。さて私事ですが、3ヶ月後の発表会で弾く曲が決まりました。大変です。ラフマニノフのボリカ、違うバカ、あれいいのかな、ボカリーズ、そう読めない、ボカリーズと弾くことになってしまいました。僕はこの曲弾いたことないんですけど、聞いたことあります。大人になって始めたレイトスターターで、やっと半年経過したような状態の私にはかなり難しい曲です。でも渡るさんのいろいろな話を伺っていたので、恥をかく勇気も出ましたし、どんな結果になっても諦めずに練習しようと思います。なのでぜひ渡るさんのボリカ、また間違えた、あ、ボカリーズ、ボカリーズを一度聞かせてもらえたらなと思っております。あと気合を入れるための一発、私にシャオラーをください。シャオラー、CM の時に言ってますね、2回目の CM。 まずボカリーズっていう曲、ゆっくりした曲なんですけれども、ビブラートとかちょっと難しいところがありますので、結構深い曲なんですよ。深いっていうのは中身が濃い曲なんですよ。僕はそれが大学生の頃好きじゃなくて、というか技巧の方に走ってたので、この曲はやったことがないんですけれども、ちょっと聞いてみて、やれそうでしたら YouTube の方ででも、ノリで弾いてみようかなと思っております。 PS がありました。月子さん、この曲どこで息継ぎしたらいいのか分からず、息が苦しくて困っています。バイオリンでの息継ぎっていうのは、声だったらブレスのことなんですけれども、バイオリンでの息継ぎっていうのは右手の上げ弓下げ弓のことだと思うんですよ。上げ弓下げ弓、ちょっと今手動かしてるんですけど見えませんよね。なんて言ったらいいんだろう、こう弓すらってあるんですよ、バイオリンには。こう流れるように綺麗な音を出すため、もしくはこうタカ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 とスキップのように音を出す技巧とかもあるんですけれども、こういうむしろゆっくりな曲の時にいつブレスをしたらいいのか、いつこう弓の呼吸をしたらいいのかっていうのはなかなか難しいので、そうですね、近々 YouTube にちょっとそのブレス、僕のブレスをねちょっと見せてみようかなと思います。お楽しみにしてきてください。でね、さっきのシャオラーなんですけれども、シャオラーが2回目の CM ですので、その終わった時にね、こうミキサーの佐藤ちゃんとうまく、打ち合わせをして、エコー付きでなんかできたらなと思っております。あと、
え、やってみる今。このラジオってうまく手とかジェスチャーうちわとかを上げていつ CM で行くかとかやるんですけれども、まだそういう打ち合わせ一回もね佐藤さんとやったことないんですよ。その場のノリでね CM 行っちゃうよとか、はい曲行きますってやってるんですけど、ちょっと今ね試しでねエコーのタイミングをやってみます。言います、シャオラー。あ、うるさすぎた。音割れた。すいません。もうちょっと自分が下がった方がいいのかな。立って言うの。いや、この場でシャオラー。マイク下げないとダメ。よろしくお願いします。ワンモアチャンス。もう一回いきますよ。3、2、1。シャオラー。あ、ギリギリ。喋るときと叫ぶときの調整が必要。うん。僕がもうちょっと下がるのと、佐藤さんが、もうちょっと、その、マイクレベルを下げればちょうどいいかなと思います。CM 明けにね、そのシャオラーもう一回やってみようと思うのでね、楽しみにしていてください。他のメッセージもちょっと来ましたので読みます。千鶴さんから、いつもありがとうございます。昨日と今日の2日間、大通公園での演奏を聞けなかったのが寂しかったけれども、週末はよさこいや北海道神宮祭などイベントがある中で、私は昨日札幌のバンドが19組ほど出演してたライブイベントに行って楽しかったですよ。わたるくんは最近よく聴いているバンドやアーティストはいますか？まず昨日と今日、この北海道札幌の大イベントよさこいソーラー祭りというものがありまして、今も、7時末8時ぐらいからですかね、ファイナルイベント、ファイナルコンテストがあるんですけれども、ちょうど7時、このゴールデンタイム、きっと、皆様お出かけとかしてるのかなと、もしくはね、このゴールデンタイムだからこそ何か他のことをやってるっていうリスクもあったんですけれども、ね、このいい時間を僕はうまく、プロデューサーの山崎さんと話をつけまして、よしやってみろと。ね、チャンスをいただきましたらやらせていただいております。で、今聞いている方もね、ラッキーです。何がラッキーなのかわからんけど、そんなわけで、昨日今日と僕は、遠征っていうんですかね、こう地方の方でちょっと演奏がありましたので、昨日今日はちょっと路上の方での演奏は控えました。また来週のね、週末天気が良ければやろうかなと思っております。でね、つい最近スマートフォンってやつをね、買ったんですよ。iPhone5 ってやつですか？で、今いっぱい家でね、タッチとかしてんだけど、すごい難しいんですよ。何が難しいかって言ったら、タッチも難しいし、ネットがつなぎづらいっていうかね、なかなか飛んでくれないんですよ。エラーが出ましたってね、なんでエラーが出んねんってね、思いながらね、なんか今一生懸命やってね、で、なんとかツイッターってやつにね、やっとくっつけることができたんですよ。一応パソコンの方でもツイッターにねつなげてたんですけども、家にいる時にツイッターつぶやいても仕方がないということでやってなかったんですけども、これからはこう遠征というか、こういろんなところで活動していくつもりですので、その風景とかをね写真でパチッと撮ってね、その時の心境をねボロッとつぶやいてみようかなと思っておりますので、お楽しみにしてください。一応名前の斉藤渡るで登録しております、ツイッター。あ、他のも言っときますね。斉藤の際は、普通の際で結構です。バッテンバッツバッテン、簡単な際です。で、渡るなんですけれども、後悔、違う、航空機の航です。船編の航、これで渡ると読みます。それで検索していただけたらね、ブログとかフェイスブックとか今のツイッターに飛べます。フェイスブックもね、斉藤渡るでどんどん活動しておりますので、もし僕に興味がございましたら、こう友達リクエストっていうのですか、申請していただけたら僕は承認いたしますので、フェイスブックにしか書いてないこともありますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思っております。ブログの方も毎日更新しております。自分の言葉だったり、こう自分がちょっと興味がある人の詩っていうんですかね、こう名言っていうのをねピックアップして出したりしています。斉藤渡るブログで検索すればぶっ飛びます。ぶっ飛んで来てください。 YouTube の方もね、あれ YouTube はなんだろう、ローマ字でね、大文字で渡るってやれば飛ぶかな、もしくはカバーバイ渡る、
いや大丈夫です。ブログの方から飛べるようになんかしてますので、そこから飛んでチャンネル登録とかしていただけたら、今ね、なんぼだ、300、400ぐらいのね作品出してるんですけどね、あの一言で言うと質が荒いです。デジカメで一発撮りです。撮り直しとかねやらないんです。その場でね間違ってもそれが作品だって思いながら、その緊張感のもと僕は作っております。ただね、こうバッハのね無伴奏シャコヌっていうのをね、絶対に月に1回ぐらいは撮ろうかなって僕の信念があるんですよ。あの僕の活動っていうのはなんだかんだクラシックからちょっとずれているんですよ、バイオリンの技巧っていうものが。ですけれども、そのやっぱり200年300年っていうそのバイオリンの形も変わらないですし、テクニックというものもそんなに変わってないんですよ。だから僕はその昔からこう伝わっているその技巧っていうものはとっても大切だと思うので、こう大学の教授で学んだその技巧を、そのまんま使いつつ自分の表現をいろんな形でできたらなと思っております。その形の中で演奏はもちろん演奏プラスアルファ何かできたらなと。その中で今僕が考えているのは演奏しながらダンスをすることで、ダンスはダンスでこうジムの方でしっかり体を鍛えてやってるんですけれども、ただ単にヒップホップとか R&B みたいにこうかっちり表現するんではなくて、音があるからこそ音に合わせた動き、コンテンポラリーみたいなものをできたらなと思っております。ちょっと話疲れましたので、ここで一つ演奏をしようと思います。まず第1曲目、ちょっと悲しい曲なんですけれども、クラシック系かな、シークレットガーデンっていう曲なんですけれども、クラシックの技巧なんだけれども、こうクラシックの曲なじゃないんですよ。映画の音楽で使われた音楽なんですけれども、とっても悲しく趣深い曲です。どうぞ聴いてください。はい、ありがとうございました。一生懸命拍手をいただきました。シークレットガーデンという、映画の音楽で使われた曲を演奏させていただきました。ここで、そうだな、たまには僕の本音を言っちゃおうかな。さっきね、さっきねじゃないや、昨日とか今日とか、大きなイベントがあったんですよ。よさこいソーラン祭りと、あとは AKB 総選挙。この、そうだね、どっちから行こうかな。どっちから行こう。よさこい AKB 今 AKB と来ました。ね、たまにはね、今の世の中のこともね知っとかなきゃいけないなと思いながら、昨日ね8時ぐらいからねテレビの前でね AKB の総選挙をねぼーっと見てたんですよ。うわーおーっていっぱい人いるなってね、もう20位ぐらいから見てたんですけどね、あんまり分かんないんですよ、誰だっけこの子ってね。でも初期の AKB のメンバーとかはなんとなく分かりまして、誰だろう、高橋みなみさんとか篠田麻里子さんとか、はい、小島春菜さんとかね、だいたい10位から20位ぐらいの方だったんですけど、篠田麻里子さんは5位だったんだ。で引退すると、来月でなあ引退するかってね。篠田さん27歳なんですけれども、まあ自分の中で踏ん切りができたので引退するっていうふうに発言してたんですけれども、まあ、個人が決めたことですのでいいと思うんですけれども、まあ、他の順位の方とか見てたら年がすごいですよね。もう15歳16歳17歳20歳前後が当たり前であり、もうちょっと23、4、5になったらそもそもなんか引退せざるを得ないみたいな空気感があるのが、わお今の時代のアイドルかってね思いました。あとはなんだろう、 AKB に限らずなんだっけ NLB とか MHK ちょっとわかんない、なんかそういういろんなところに分散しているって、何人いるんだって、150人ぐらいいるんじゃないでしょうかね。すごい多いなと思いながら、秋山さんっていうんだっけ、秋元さんすごいですね。ただ最初の頃はね、なんだっけ、劇場に10人いるかいないかっていうねお客さんから、今は何武道館とかで満員でやるって、それすごいことだなと思うんですよ。確かに賛否両論ね AKB にあると思うんですけど、僕は一つの文化としてすごい成長したんじゃないかなと思いますし、これからもねどんどん幅広い年齢層に支持がされると思うんですけれども、うん、まあその支持されたその総選挙
その総選挙のそのみんなのね興味感を今の政治にも少しでもねつながればなってね思ってたんですよ。こう総選挙見ててみんなすごい盛り上がってるじゃないですか。でもこう今の政治の選挙とか見ててそもそも若者たち選挙行ってないんじゃないかなっていうねデータもありましたし、で僕も一応行ったんですよ選挙に。ただもう元からね自民党になること分かってたんで、僕はひねくれ者だったんで、まあ、自民党にも民主党にも維新の会にも入れないで、どうだったっけな、面白いからちょっとそこに入れてみたんですよ。なんだっけ、未来を作る党っていうところにねもう最初の支持率 3%5% ぐらいだったんですけど、なんか名前がかっこいいなと思ったんでちょっとそこに入れてみました。もちろん全然ダメだったんですけれども、ちょっとねそういうちょっと面白い感が政治にもねあればなと。まあ面白いだけじゃダメなんですけれども、例えば外国の選挙っていうか演説ってすごく心の躍動感とかあるじゃないですか。例えばアメリカの選挙活動、もう愛についてとか正義についてとかもうみんな自由に発信してるじゃないですか。でその発信がもう聞いてる側にすごく伝わるし、聞いてる側も話す側も心がこう熱くなってこう手を振り上げてうおーってね叫ぶぐらいになってるじゃないですか。でそういうのがこう日本にもね、あれば、こう世の中の動きっていうのもちょっとずつ変わるんじゃないかなと思うんですよ。今ね安倍さんが安倍のミキシー、違う安倍のミクスみたいなねいい動きはしてるんですけれども、正論だけでは世の中良くならないっていうことがね分かってんのかってね、まあ良くなる方向性に持っていくことはとても大切なので、安倍さん頑張ってくださいと。お体にはお気をつけて。あの方ねちょっとお体弱そうなのでね、あと1年半か2年ぐらいだったらこう 世論のね批判が来る時と思うんですよ。でその時にねこう踏ん張れるかなって、しっかりジムで鍛えてくださいって。僕はジムをね毎日通っております。そんな感じで AKB 総選挙が今のね選挙にもねちょっとでもね興味感がこうリンクしたら、世の中の考え方っていうのもね、いい方向にもつながるかもねって思いました。はい、もう一丁よさこいっていうのありましたね昨日今日。まあこれからファイナルなんですけれども、よさこいは何だろう10年前ぐらい、結構前からやってて、もう今はもう何百チームすごく出れるじゃない、出てるじゃないですか。でね、あの世論の反応なんですけれども、賛成と反対派、まあ 50%50% ぐらいなんですよ。でまあ賛成派の方はそのみんなで一緒に力を合わせてやるっていうことで、あとはこうみんなでこう前向きに行くっていうね、そういう活動っていうのはとっても大切だっていうことも僕はこう最近分かってきましたし、こうその一生懸命さをね伝えるっていうことは、そういう場がどこかにあればいいなって。だからそれは 50% としていいんですけれども、もう 50% なんかね、どうもその優勝っていうのかな、こう勝ちにこだわりすぎてて、衣装とかお金のかけ方ちょっとねこうギツギツねしすぎちゃってる感もね見えすぎてるんですよでそれがこう意外と若者の年齢層に批判を持たせてるっていうのもこれ事実なんですね。まあ5年前10年前ぐらいかな、もっと学生感っていうのかな、学生自身がものづくりをこうお金を使わないでこう手作りで作った感、なんかそんな感じなものがあって、一生懸命さが出てた方がなんか本質的に心に響くものがあったんではないのかなと僕は思いました。でね、今衣装とかそのダンスとかも、昔は自分たちでみんな考えたと思うんですけど、今もうダンススクールの先生に振り付け全部お任せしてる感がもう見え見えなんですよ。あの振り付けはプロに習ってんだなってね、それが優勝にこだわるねこう技術なんですけれども、なんかもう優勝チームの方はもうオーディションっていうんですかね、こうある程度のスキルとか年齢とかを区切って、入らなくちゃいけないっていうのが、仕方のないことなんですけれども、ちょっと寂しいなってね僕は思っちゃったりしております。まあでもね、札幌という一つの大イベントになってるということも事実ですのでいいんじゃないですかね。でね、僕もねこう一人の札幌の風物詩としてね
これからいろんな活動をしていって、ああ札幌の斉藤渉だみたいな、そんな風になればいいかなと思っております。でここで力強い曲をね1曲やって CM 行こうと思います。iPod 出てこい出てこい、よし行くぜ、バッドアップル強くいきます。ありがとうございました。東方作曲のバッドアップルをお送りいたしました。それでは一旦 CM いきます。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。
ラジオカロス札幌ではホームページを開設しております。アドレスは http://www.radiocaros.com。 カロスのスペルは KAROS。 http://www.radiocaros.com。 すべて小文字です。各種検索エンジンでもラジオカロス札幌で検索してください。もう止まらない、止められない、フリースタイルバイオリニスト斉藤渉のラジオは毎週日曜日午後7時から絶賛放送中です。斉藤渉の熱いトークとバイオリンの生演奏番組60分です。爽やかな日曜日のひとときを僕と一緒に過ごしましょう。お待ちしております。はい、本日のゲスト、ももさんがやっていただきました。やっていた噛んでる噛んでる。本日の、ゲスト、フルートのももさん、いらっしゃいました。ようこそ。はい、こんにちは。皆さん、こんにちは。1ヶ月ぶりの登場になります。札幌中心に、フルートの演奏活動しています。ももと言います。よろしくお願いします。お願いします。今、単身で活動しているんですけれども、バイオリンの方だったり、あのサックスの方だったり、歌い手の方だったり、いろんなところで、演奏を行っております。主なところではあの西区の、カフェだったりとか、あと、バーとかですね、ショッピングモール等で活動させていただいております。本日もあの斉藤渉さんと、郊外の方で演奏をしてきまして、今お届けした曲は愛の挨拶という曲なんですけれども、こちらの方をデュオで演奏してきました。まあ、その時には私はあの主旋律ではなくて副旋律という形で、その場で思いついた旋律をあの自由に大自然の中で演奏させていただきました。あの大自然の中で演奏することはあまりありませんが、やっぱりそういうところに行くと本当に心が解放されるというか、あの普段思いつかないようなフレーズとか、本当にあの素のままで演奏できたんじゃないかなと思います。渉さん、ありがとうございました。あ、いや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 、はい。今 iPod Touch をね、次の曲探してる最中だったんですけどね。そうだ、そのね、今日の遠征などの話をねちょっとしようと思います。本日はね、そのすごく自然な中でやってきたんですけども、その場所は岩見沢の栗沢町っていうところでして、結婚
結婚なんていうんですか、披露宴にてそのバックミュージックとしてその生のバイオリンとフルートと歌の方で、こうお見送り、あのお迎えをする BGM をさせていただきました。例えばこんな曲、ワーグナーの婚礼の合唱、あれどんな曲だったっけ、トゥータッタダ、弾けばいい、ダン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 、あ間違えたすいません、私の歌で失礼しました。そんな感じでやって、でその賛美歌とかね、慈しみ深きとか、妹背をちぎる、はい、妹の背って書きまして妹背をちぎるっていう曲とか、うん、まあ、あとは指輪の交換の時にアベマリア、シューベルトのアベマリアが流れていたり、あとは新郎新婦の退場の時に、メンデルスゾーンの結婚行進曲、ような曲をヤッホーとか言わないで黙って弾きましたけれども、であとは三列車の退場の時に今ももさんが吹いていただいた愛の挨拶を吹きながら、三列車がレストランの方に足を運ぶその BGM をこう2人でやりました。でその時にね、もう演奏半ばになると、あの三列車はもう遠くの方にいるんですけれども、曲を終わらせなきゃいけないということで最後まで演奏すると、なんと目の前には誰もいないとなんということでしょうと、で、はい、ありがとうございましたっていう感じでね、岩見沢での演奏が終わったんですけどね。もう一曲ね、星に願いよっていう曲も持ってたんですけれども、もはや目の前に人がいないとそんな中では演奏は無意味ですので、それにて演奏は終了したんですけれども、また別の機会にて星の願いをね演奏できたらなと思っております。今日は第6回目のラジオ放送なんですけれども、第2回目の放送にも来ていただきまして、ちょっと1ヶ月が経ちました。いろんな活動をしているももさんですけれども、現在の活動状況というか進展というものはありますでしょうか。はい、ありがとうございます。今後のライブのご案内をさせていただきたいなと思います。私は普段会社員をしながら、練習もしながら、週末には演奏ということで、本当に毎日充実しているなと思うんですけれども、大体土日は演奏をいろんなところでしておりまして、今後はすすきのにある、カフェだったりとか、あとは中央区のレストランと、来月になりますとお祭りシーズンですね、お祭りとかそういう会場でも演奏をする予定です。でこちらですね、限られた時間の中でお伝えするのがちょっと難しいので、Facebook に詳しく載せております。Facebook の登録名なんですけれども、アルファベットで MOMOFL、 よく FL っていうのが F1 ですかっていう聞かれるんですけれども、これフルートの省略記号ですね、モモのフルートっていうことで、ね、MOMOFL で入っていただければ、私の横顔の写真ですね、こちらの写真がありますので、ぜひお友達になっていただければなと思います。こんな感じでですね、毎週末大体どこかで演奏しておりますので、ぜひですね来ていただいた際には声をかけていただければ、私すごい嬉しいなと思いますので、お願いいたします。 OK ですか。はい、はい、ではね、僕の方も簡単な皆様が来ていただきやすいイベントというのがちょっとありましたのでお伝えいたします。まずこのラジオカロスの放送での大イベントがあるんですけれども、つい最近ちょっと決まりそうで、まだこう参加予定の段階なんですけれども、7月の20日、何曜日でしょう、土曜日にね、ラジオカロス、なんていうの、開局記念日もう忘れてる。今打ち合わせした。そう。さっき打ち合わせしたんですけど抜けるんですよ最近。このねラジオカロス開局何周年ですか。17年。17っていうね。それをねラジオカロス8時間生放送みたいなことがありまして、よかったら出ないかって言われましたので、わかりました、よかったら出させてくださいっていうことで、先ほど20-30分ぐらい出れたらなと思っております。また7月とかになったらしっかりイベント告知しようと思います。その前にね、6月29日土曜日、テレビの方とかでも宣伝してるんですけれどもね、
バーベキュー、BBQ、うん、あのね、バーベキューパスタのすすめっていうね、イベントがあるんですよ。6月29日土曜日11時から、そうですね、1時2時ぐらいまでだと思うんですけれども、札幌の盤渓という山がありまして、その山の上の方にレストランがあるんですよ。レストラン名はペントハウスというんですけれども、そこでこうとってももともとスキー場だったんですよ。でそのスキー場が閉鎖されまして、オーナーさんがそこ一帯を購入しまして、でそこにレストランが、ありましてというか立ち上げまして、いろんなイベントをしております。で僕も去年の10月頃から、そもそもね、たぬき工事で声をかけられたんですよ。一人でね、こうバイオリン演奏してたら、あなた面白いじゃないってあの電話ちょうだいってね、名刺を渡されたところで怒られるなそんな感じでね、声をかけられたんですよ。あなた面白いわよってでね、それからこう何回か、お呼びしていただき、そうそうそう、あのそこでね、あのなんだっけ、あのあ会合なんていうの、あの女性と男性が合コン、そうそうそう、それ出てこない、最近出てこないの言葉が、合コンの時にねバイオリン弾けって、ね、十数人いる中で、あのBGM としてバイオリンできるんじゃないって誰も聞いてないんですよ、あの合コンにみんな夢中なので。だけど僕はね、ファーストラブとか花水木とかね、そういうしっとりした曲を時にはね、聞けよらみたいな情熱大陸でね最後の方ねやってね、で終わったら実は聞いててくれたんですね。もうみんな話に夢中だったんですけれども、こう耳には何か残るんですね、あのメッセージ、別なメッセージですのでね、音っていうのは。で、あのファーストラブすごく良かったわみたいなね、お姉様にね言われてちょっとグラッとしたみたいなね、そんなエピソードがあったんですけれども、でそこで、あのまあ住所ちょっと難しいんですけどね、盤渓の499-1ってもう山の上で看板がポッてあるんですけども、その看板を通り過ぎるともはや目印が何もないというね、ちょっと難しいところなんですけども、そこにこう昔のロッジですかね、うん、スキー場が本当にあるんですよ。で山の方とかもみんな草ぼうぼうで、すごくねのどかっていうか、もう街灯とかないんですよ。もうスキー場があっても跡地であり、で今はとても緑が出てきて、うん、ここで PV プロモーションビデオとかできたらすごいなってね、イメージしながら、うん、活動しております。でね、あ、料金、気になる料金、なんと一人様大人4,000円、これ高くないかなって思ったんですけれども、お子さんはまたあの、うん、金額が変わるということで、確か1,000円ぐらいだったかな。そうですね、はい。ただこの4,000円の価値はね、十分あるなっていうぐらいな、そのパスタの、そのパスタの方、とってもこう料理人の方で、出張パスタっていう肩書きでして、はい、もういろんな各ところに自分で行って、自分でこうなんて言うんでしょう、料理を作っちゃうですので、またまあ近々お話しするんですけども、でそこで僕が、演奏もしちゃうので、これは見どころたくさんあるんじゃないかなと。最近あのテレビでもあの出演されたということで、はい、あのイケメンシェフということでね、話題になってるみたいなので、30頭ぐらいですので、はい、狙いどころかなと思いますので、はい、あ、僕30歳です狙いどころではないですけど、はい、よろしくお願いします。もう一丁、7月7日なんですけれども、これでかいんですよ。これね、あの札幌には何回かお祭りがあるんですけれども、第12回夏祭りだ裏参道、丸山裏参道商店街というねお祭りがあるんですよ。7月7日の12時から19時まで、はい、住所で言いますと、南1条、西20丁目から西25丁目ぐらいまで約1キロぐらいの商店街をこう足止め、歩行者天国になっておりまして、本当にあのお店も道路脇にいっぱい出てます。で私もあの昨年行ったんですけれども、本当にその場であのパスタを茹でてたりとか、あと美味しいお酒と美味しいおつまみと、あとカレー屋さんもですね、その日だけ特別にあの限定メニューを出してたりとか、本当にあの胃袋を刺激されるというか、年々大きくなりまして、はい、去年は2万人も足を運んだということなので、これは大きいイベントなんじゃないかなと思いまして、はい、で僕はこう Facebook で知り合いになりました、こうイベントの関係者の方と打ち合わせをしまして、こう見事こう出ていいよっていう OK が来ましたので、皆様に7
7月7日までしっかりお伝えしていこうかなと思っております。出番の方はまだちょっと考え中というか、時間は今調整中なんですけれども、3時過ぎぐらいから、60分か90分かぐらい、こういつもの路上のようにこうパフォーマンスできたらなと思っております。でね、その時はこう今までとは違うちょっと新しい曲とかもね、どんどん入れちゃって、さらにこう弾きながら歌っちゃ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 弾きながらね踊っちゃおうかなと思いますし、まあ弾きながらねアンパンマン歌っちゃおうかなとかね、ちょっと無理なことも考えています。これをねまだ1ヶ月あるので、今頭の中でねこうイメージしながらそれを練習していっている最中です。あ、でね、そのそもそもそのどうやって参加できたかって言いますと、そのいろんな露店違うな、なんていうの、こうお店がありまして、そのお店の前でその催し物ができるっていうことで、そのご協力をしていただきたそのお店があるんですけれども、僕口噛んじゃうのでちょっとももさんに喋っていただきましょう。はい、では変わりますが、そのですね、お話をいただいたお店がというと、キルトというお店になります。住所で言いますと南一条西21丁目の、ごめんなさい、ベラクレー裏参道1階にある、創業30年以上の、カフェですね。こちらの方でご協力いただいて、演奏させていただくことになりました。先週渡るさんも実際のお店に行ったということでどうでした？はい、創業30周年みたいなね、そんな雰囲気で、いい感じなんですよ。日曜日の夜だったということで、お客さんも1人2人みたいに少なくて、僕そういう少ないところ好きなんですよ。なので男性が1人で行くとか、ちょっとムードチックにちょっと寄ろうかみたいな、そんなところは最適です。いいですね、気軽に一人で寄れるというのは。はい、私も今週行く予定なんですけれども、すごく今から楽しみであります。で、今回ですね、このラジオを聞いて、ラジオカラスを聞いて、お店に、行かれた方にですね、なんと特典が、あります。お店のマスターの、ご好意で焼きたてパンと、あとお酒に合うおつまみをね、一品つけていただけるということで、ぜひラジオを聞いた方はラジオカラス、斉藤渡の番組聞いてきましたよということで、マスターの方にね、はい、一言言っていただければなと思います。いいですね、先ほど電話しまして先週行きました斉藤渡です、おうおうみたいなそんなノリだったんですけれども覚えててくれました。ね、7月になったらね、さらに宣伝していこうと思いますし、2万人もね歩くということですので、これは自分の進化が問われるんではないかなと。いつも路上でやってるんですけれども、なんだかんだ足を止めていただいてもマックス 7,80 人ぐらいが限界なんですよ。人もそこまでね、東京とか都会までそんなに人通りは多くないですので。しかしこのお祭りではもう人だらけ、ね、その人だらけをねいかに止めて、もう歩けないぞっていうぐらいにさせれるかと、それはもはや実力次第なので、なんとかね 2,300 人とか500人とか止めちゃおうかなってそこら辺考えております。その協力は全てキルトさんのおかげということでね、このイベントが終わった後も僕の名前を出していただけたらちょっとサービスが来ちゃうぞみたいな、そんなねイベントにつなげられたらなと思っております。はい、結構お話ししましたし、どうしようどうしよう、一曲やって CM 行かなくちゃいけない。そうですね、なのでちょっと花水木やろうと思ったんだけど、カットして、もう一曲、新しい曲、風笛というね曲をねやろうかなと思っております。これね、今用意してるんですけれども、テレビ小説 NHK テレビ小説アスカというねテレビドラマがあって、そのテーマ曲の風笛というね曲があります。今ね、しかもそれがね45秒からスタートするということでね、よし用意できたぞ、で僕からスタートします。聞いてください。
い、ありがとうございました。ありがとうございます。アスカの風笛をお送りいたしました。では一旦 CM いきます。プロゴルファー石川遼、献血にアクション、ありがとう。数え切れないほどの人に僕は支えられている。ありがとう、ありがとう。今度は僕が力になる。二十歳の献血、日本赤十字社、ラブインアクション。毎週金曜日午後8時スタート、池永なりのなりきり金曜日。なりきんですよ。音楽あり、美味しいお店の紹介あり、たまにはゲストもあり、なんでもありーのバラエティな1時間、お楽しみに。バッドアップル演奏中、フリースタイルバイオリニスト斉藤渡るのマジトーク&バイオリン生演奏、毎週日曜日午後7時から60分の激闘です。新しいエンターテインメントを作る過程をお伝えしていきます。聞かなきゃ損。お待ちしております。ショーラー、ショーラー。はい、やれました。どうですか、音は割れなかった。 OK 出ました、佐藤さんからね。いつもこれぐらいね、ジムでね叫んでます、ショーラーみたいなね。明日も行くんですけれども、明日はね、朝っぱらからヒップホップをして、で、お姉様方と一緒に、こうお姉様方と一緒に、エアロビクスをね、エアロビクスを50分間をね、汗かきながらね、胸を突き上げて、お尻をねこう集中して、シェイプアップをねしています。でその時にね、しっかり声を出すことが大切なんですよ。フッフッみたいなね。ね、声を出すことってとっても大切なんですよ。皆様はね、はにかんでね、口だんまりしてるんですけどね、僕はいちいちね、パンチを出すためにシュッとかね、シュッとかね、サッとか、シュッとかね、なんか言ってるんですよ。で、みんな最初はね、なんだこいつとね、白い目で見てるんですけど、もう僕はやり続けてますからね。僕は世界を目指してるので、あ、こういうね、頑張ってる兄ちゃんだということでね、最近いろんな方からね、ご挨拶していただいてね、僕はね、その方知らないんだけど、みんな僕のこと知ってるんですよ。あ、ラジオやってるんでしょみたいなね。ありがたいことです。ね、このラジオカロスも地方局の中では大きいんですけれども、こう、まだまだね、エアジーとかノースウェブには負けてしまうね、ところがあるので、僕自身がね、しっかり宣伝しなくちゃいけないな、ということなので、こう、しっかり、こう、よかったら聞いてくださいというね、こう、お願いをしているところで、皆様ありがとうございます。時間の方もちょっとね、危なくなってきたので、そう、危ない、こう本日来ていただきましたね、フルートの桃さん、最後のご挨拶ありがとうございました。はい、何か一言お願いします。では私も最後に、シャオラ足りない、全然足りない、シャオラーってこんな感じでね、割れてる佐藤さんがダメ出しきます、ごめんなさい。はい、はい、こんな感じということで、ありがとうございました。また遊びに来たいと思います。ありがとうございました。はい、時間もなくなってきたので、でね、最後の1曲、さあ時間間に合うかと、いつもこんな感じなんですけどね、このね、危ない感がスリルあるんですよ。でね、今日この曲、そう、大阪府のね、マサさんのお妻さんからね、このアンパンマン的なものを弾いてくれたら嬉しいなっていうことなんでね、これ無理なんだけど、やっちゃおう。練習してないんだけどね、できるかな、やっちゃえ、いきます、よいし。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも、何をして生きるのか、そんなのは嫌だ。
る星は消える、だから君は行くんだ方向へ。素晴らしいサンデーということで、また無理やりいい感じだ、あと1分間で終わらせるということでね、はあ、難しいね、途中で頭吹っ飛んじゃった、曲が吹っ飛んじゃったっていうのかな、うん、でもねこういうことをねどんどんやっていって、こう自分の殻っていうのかな、こう自分の可能性を広げていくっていうことがね大切なんじゃないかなと、それが、ね、誰かに伝わればいいかなと思っております。第6回目の放送がね、少しずつね、なんか どこに向かっているのかっていうね、新しい方向性に向かっているっていうことがね皆様に伝われば、それは僕の計画通りです。また来週ね新しいことをやっていこうと思います。あと20秒15秒、いやあと10秒で終わらせと、ということでね、来週もまた新しいことをやっていきます。また聞いてください。ありがとうございました。斉藤渡でした。バイバイ。